これあれじゃない、吉信正隆がまさか。そうですね、なんかあっという間に終わってしまいましたね。本当にそうですよね。やっぱオリックスなんだな、今の時代オリックスなんよな。オールスターゲーム第1戦はオールセントラル敗れてしまいました。そら勝てんわ。今日の解説は小宮山悟さん、西田下さんのお二人でした。4点中3打点正隆ってもう、この辺りで神宮球場オールパシフィックなん、もうそれはオリックス出た方が勝つんじゃねえ。こんなごめん、なんかごめん、足引っ張ってごめん。パリーグ5球団が足引っ張ってごめん。もういいよ、お前らでやりな、オールスター。ごめん、気使わせてごめん。はいはいはい。まずはあそこ札幌ドームだから道山出せばよかったか。今プレーボールがかかりました。小宮山さん、オールスターを楽しむ上でどこに注目するか。球持ちすぎじゃない？ロッキー球持ちすぎじゃない？びっくりしたもん俺、バグったかと思った今。ではそのあたり注目、時が止まったもん。ボールになるスプリットで空振りを取りたいです。ああ、そうですか、いいバッターだ。さあこれで決まるのか。うわー、うまいな、ここで軽く打てるっていうね。何してんだ今度。そしてセカンドランナーが三塁回って今本拠地だろ。本拠地のお前が跳ね返り分かってない。クッション処理できないのおかしいだろお前が。お前ができなかったら誰もできないだろう。